嫌なことを嫌と言う。当たり前のようですが、正直に嫌とはなかなか言えなかったりするのが人のようですね。もし嫌と一言言ってその場から逃げ出せるものなら誰だって逃げ出したい。ですが、これからご紹介する奇妙なお話のように、逃げた先の方がもっと嫌な状況だったということもよくあるもの。こうなるともうそれは悲劇としか言いようがありません。でも人間やっぱり我慢に限度。もう嫌。村上さと子でございます。まあ昨年ね、東京女子大を卒業しましたんですが、何ですか、映画の字幕というんですか、まあ、あれの専門家になりたいなんて申しまして、就職もせずにブラブラしておりまして。ブラブラなんて、私ちゃんと勉強して、東京女子大で戦わりましても英語の方は堪能らしいんですけどね。英語が堪能でいらっしゃいますの、それはとてもよろしいことですわ。今日公開する方は商社にお勤めで、ゆくゆくは海外勤務になるエリートなんですもの。奥様になる方が英語も話せないようでは困ってしまいますものね。私の主人などはニューヨークに7年、パリに5年もおりましたでしょ。私英語が苦手で、最初の頃はとっても苦労しましたのよ。私今日のお見合いお断りしたいんですけど。何言い出すの、さとこちゃん。まだ相手の方にも会ってないのよ。私は嫌だって言ったのに、春子おばさんと夏子おばさんが勝手に強引に引っ張ってきたんじゃないですか。ほら、こんないいお話なのにお気に召さないのかしら。お気に召さないとかそういうんじゃなくて、結婚するのが嫌なんです。だから見合い写真もまだ私見てないし。申し訳ございません、しつけがなってないっていうか、本当にお恥ずかしい次第でも。他にもやりたいことだっていっぱいあるし、第一私まだ23なんです。それで結婚して自分の将来決めちゃうなんて、そんなの絶対嫌です。さとこちゃん、女はそんなに嫌嫌なんて言うもんじゃありません。どうしてですか、女は嫌なことも黙ってじっと耐えろって言うんですか。そんなの封建的だわ、私嫌です。また嫌って言った。だって嫌なものは嫌なんだもの。嫌だ嫌だって言ってるうちに、あっという間に30になってしまいますわよ。そしてもう一度嫌だって言うと、もう35。そうですわよ、35になったら結婚したいと思っても相手の方から嫌って言われてしまいますわよ。でも今結婚するのはやっぱり嫌だから。そんなにダダをこねないで、会うだけ会ってごらんなさいね。あら、いらしたわ。ご紹介します、こちら山崎忠夫さん。山崎です。綺麗な人だな。この人と結婚できるなんて、僕は幸せだな。じゃあこれで決まりね。絶対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 いや。あれあれ。あれ？お見合い。あれ？この娘。さま。どこ行った？え？さま、何者だ？こんなとこで何するな？あなたたちこそ何してるんですか？お芝居の練習？何言ってんだ、さま！ちょっと見れば民間人のようだが、この戦時下になんだ、このチャラチャラした格好は。離してください。待て、これ待て、さあ危ない、止まれ止まれんだ。え、そこは地雷原なんだぞ。なんで知って。動いちゃいけない。ちょっと、もし動いたら、動いたら
アナリス。いやあ、私一体どうなっちゃってるの、ね、どうしてこんなことがあっちゃったのよ。冗談なんだから、くれぐれも間違いのないように頼むよ。いいからいいから、いいからって、いいからいいから。Because of the ashtray being in the sea urchin bowl, is it possible for the badger in the same hole to guarantee the downswing or not? は？なんだって？その。早く通訳したまえ。ですから。灰皿はウニ丼だから、逆上がりは同じ穴のムジナを保証できるのか否か。あ、だって本当にこの人そういう風に言って。なるほど。いきなり痛いとこついてきますね。どうします。とりあえず500テレクラまでならウジキンときと伝えてくれ。は、君早くしたまえ。Gonna be Uji Kintoki up to 500 telephone clubs. It's gonna be the eye drops even if an elbow stepped down from the second floor. Huh? What happened? What happened? 2階から象が踏んでも目薬って言ってます。な、それはあんまりだ。だったらもっとも電気あんまだと言ってやれ。It's most electric massage machine. I'm sorry for visiting.あれ？あれれ？何してるんですか？
おまわりさん、私そこのとこで人殺し。大丈夫か？私どうしたんですか？ここどこ？佐藤子、お前日本一のスタントウーマンだ。うん、見事なジャンプでしたよ。ねえ監督。大丈夫か？大丈夫ですけど。おーし、テストオッケー。ほな本番。またやるの？だって今飛んだばっかりじゃない。はい、今度は火をつけて本番です。ハンドル食べてます。掃除はリモコンだ。リラックスしてていいぞ。はい、気をつけて。新60カットさん、よーい。お見合いをするのしないのどっちなの？夏子ばさん、さっきそんな帽子かぶってなかったわよね。何言ってるの、さっきからかぶってるじゃない。じゃない。安田さんの奥様、嫌がっての無理やりをつけたりしたら佐藤子さんがおかわいそうですよ。佐藤子さん、私たちちっとも構いませんから、嫌なら嫌とはっきりおっしゃいな。だからいい、あとは言えない事情があって。お見合いしてくださるのね。あのでも相手の方たちが山崎忠夫さんとおっしゃる方ですよね。そう、商社にお勤める超エリート。やっぱり。あら、お見えになったわ。分かったわよ。言われる通り結婚すればいいんでしょ。そうしないと私またどっかに飛ばされて。ご紹介します、こちら山崎忠夫さん。山崎です。かっこいい。でもどうして？それがね、忠夫さん、あなたには申し訳ないんだけど、まだ結婚したくないっておっしゃってるの。え、まだ23だし、やりたいことがいっぱいあるんですって。いや、あの、あ、え、そうですか、わかりました。頑張ってください。さよなら。待って。え？え？